ではもうう。つ例題をやっておきましょうこのような3次の正方行列の正則性を判定し生息ならば逆行列を求めようということですねはい、えー、同様にですね A と E を並べた 3×6 の行列を考えて基本変形をしていきます3行目の符号を変えて1行目に持ってきてこの1を使って1列目を吐き出すということをやっていきます はい、よろしいでしょうか2倍して引く2倍したものを足すということをやっていきますそうするとこのようになってきますでさらにこの3行目の2倍を2行目に足して1を作ってこの1を使って2列目を吐き出していきます下側と上側ですねそして最後にこの1を使って3列目を吐き出します そうすると、このように階段、途中で階段行列ができてきますので、ランクが3であることは分かっていますので、分かりますので、A は正則であるということが分かるわけですね。で、もちろん最後は、ここに単位行列が現れるわけですが、ここの右側に現れた行列、マイナス4、マイナス7、5、マイナス1、マイナス1、0、2、3、マイナス2ですね。これが逆行列ということになります。 実際にこれが逆行列になっていることは必ず検算するようにしましょう例えばこの行とこの列をかけるとですね1にならないといけないですね -8+14-5 ですから1になりますあるいはこの1行目と2列目3列目をかけると0にならないといけないんですがそれも確かめておいてください